東京市赤市国民学校現在の中央区立赤市小学校国民学校とは日中戦争勃発後の社会情勢によって日本に設けられ初等教育と前期中等教育を行っていた学校1941年の国民学校令によって設立される教育直後の教えを包帯して広告の道にのっとって 初等普通教育を施し国民の基礎的連成を目的とし国家主義的色彩が濃厚に加味された。国民学校派広国の道に足リテ初等普通教育を接種国民の基礎的連成を試すをもって目的とす台湾では大日本帝国廃下の1941年に設立された。独立後も国民学校としていたが、1968年に 国民小学に解消された。台湾の国民学校。現在は台北市立第二美術館。韓国では独立後に6.64世を導入したが、金四三政権時に初等学校と解消される1995年まで初等教育の6年間を国民学校と呼称した。国民学校時代の教科書は民族主義や反共主義など、 韓国政府が寄って立つイデオロギーを子供にこすいし、ことさら、軍に親近感を抱かせるような内容が多かったと、される。ありがとうございます。